九州大学素粒子実験研究室修士1年の田中総一です。 ILC は、ヒッグス粒子をはじめとしたさまざまな物理に、非常に感度の良い研究をすることができます。私も、もし機会がございましたら、ぜひそういう世界最先端の物理の実験に携わりたいと思っております。